はい、こんばんは。かっこいい大将の竹下敦です。最近ね、YouTube を見ていて感じるんですが、CM が流れるでしょ。で CM の中で、借金をね、帳消しにしませんかっていう CM とね、あと多いのが、株やあと働かずにね、収入を得ましょうっていう CM が流れるんですが、私これ嫌いなんです。流していただきたくないと思って、クリックしてバッテンのところね押したりするんですが、そういう考え方の方って多いんですかね。借りた借金はねお返しするのが筋であって、それを踏み倒すっていうのは私はできません。借りたお金に関しては返したいと思います。で私もね現在借金ございます。ですがきちっとお返しをしておりますし、そうなんていうかな、そんなに、パソコン上でね何かをして、アフリエイトっていうんですか、月に何十万稼げます、あなたもやりませんか、私の方法を教えます、でこれそんなに儲かるんだったら人に教えないんじゃないかと思うんですよ。そこにはね何かトリックがあるんではないかなと私は考えてしまうんですね。でそういう方の必ず、パターンといたしまして、すごく人に近づいてきて人の弱みみたいなところにね初めつけ込んでくるんですよ。まず私を褒めるんですね。その後であなたはこれぐらいできますから、私についてくればもっとできますって言うんですけど、これは正直言ってね余計なお世話なんです。あまりね悪いこと言いたくないんですけど、だって私に対してねそんなによく知らないわけでしょ。でマーケティングやね、世の中の出し方をもっと工夫すればもっと儲かりますよって言うんですけど、そもそもそんなに音楽でもね儲けようなんて思ってないんです。だってメジャーデビューしたからといってそれはレコード会社のね都合でいろいろある意味お人形さんになるわけであって、一旦自分がねそういう立場になったことがあるんでよーくわかります。そして私はそこから逃げ出しました。それであれば、インディーズでね、小さく、ご近所からそして自分の、お友達、そういう方に喜んでいただければ音楽は、いいと思っています。何かこうメディアデビューさせてあげるよとかね、もっとお金が儲かりますよっていうのはその方にとってお金があることが幸せなんでしょうけど、私は、そんなにお金を必要としていないんですよ。結局のところお金自体がもう仮想通貨でしょ。でさらによく分からない株とかねそういったものも仮想の仮想であって、結局物と物がね交換できればそれが一番いいことだと思います。私のところにね友人であるジェイク・サイタがごめんね、このギターをね私にプレゼントしてくれました。
このギターに値段がつけられるかっていうと、値段なんてつけられないですよ。だって私このギター100万私に払うから売ってくださいって言われても、私はこのギター手放しません。だってジェイクサイダーがこれ12月からかな、今も2ヶ月以上かかってね、忙しい彼が来る日も来る日も、このギターをね一生懸命フレットから何から全部こうメンテナンスしてくれたわけです。そういう友人がね僕にプレゼントしてくれたギターをね、値段はつけられないです。うん、ギターこれとても弾きやすいギターなんでね、弾きたいという方がいらっしゃいましたら弾かせて差し上げますけど、絶対にこれをくれもしくはお金でね、欲しいと言われても手放すことはしません。本当にとても大切なギターです。友人がくれたギターっていうのは本当に大切なものです。ですから私が間違ってるのかもしれませんよ。でも私にとって音楽というものはそういうものであって、ギターというものはそういうものであって、ここに今、1,2,3,4、5本のギターがありますが、どれも私が買ったものは1本かな、あ、1本、ギブソンのレスポールジュニアは私が本当に生活厳しい中ね、一生懸命買いました。他のギターに関してはね、みんなプレゼントしていただいたギターです。なのでお売りすることはいたしません。どれもこれもギター一本一本に思い入れがありまして、どれも大切なギターです。エフェクターもそうです。私はそんなにねお金のある立場ではないんですが、みんなが持ち寄ってくれて、成り立っています。これからもねスタジオリバーサイドはそういう存在でありたいと思います。コロナウイルスがね明けたら、ぜひ友人であるねナック藤原にも、来てほしいと心から願っていますし、そうなる日が来ればいいなって本当に心の底から思っています。早くコロナウイルス、まあ、完全になくなることはないと思うんですけど、安全にねみんなが笑顔で暮らせるような世界になればいいと思っています。それでは、かっこいいギタリスト音楽家の竹下敦史でした。 See you soon です。